メント準々決勝です。このゲームはロンバルディア州ミラノにありますジュゼッペ・メアッツァで行われます。90年以上の歴史を誇るスタジアムです。まず前半見ていきましょう。コナミカップ準々決勝、トーナメント初戦なんで、やはりこう試合の入り方、そこが一つのポイントになってきますよね。はい、ロングフィードで狙う西、三浦、大きく縦へ、乾、裏を狙っていきます。ここをかわした、さあ勝負です。来たシュート、北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、ボックスの中であれだけ冷静に受けてますからね。シンプルな形ですけども、なかなかできないですからね。いいですね。さあ日本、価値のあるゴールが決まりました。やはりトーナメント初戦というのはね、多少硬くなってしまう部分があるんですけどもね、はい、この先制点をきっかけに一気に試合が動き出すかもしれませんね。そうですね、倒されます。早くもカードをもらってしまいます。前半13分です。組み立てながら攻め上がっていく、縦へのボール、ミドルとポスト、うわ、日本ここはポストに救われます。いや本当に数センチ右のところですよね、狙ってる範囲はね。いや、これまたすぐ追いつきましたよね。今日はなかなか動きのある展開になってますよね。いや、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどもね、高い位置で奪った勢いのままゴール、ミドル惜しい。ショートトーナメントですからね。そうですね、次の1点がどっちに入るかが非常に気になるところですよね。シュート、いや、ディフェンスの緩慢なプレーにしっかりつけ込むいいシュートでした。中央行けるか、ここでカードをもらいます。すでに1枚カードをもらっている。あっと、これで2枚目のイエローカード、退場となります。審判に抗議しますが、これは認められません。日本、ここで10人になってしまいました。フィゲロア、
動する。橋本、これはファールです。およそ30メートルというところです。